皆さんこんばんは。本日も週末大出血サービス、モーツァルトちゃん、へちょうちょう、毎度毎度、毎日絶好調ドレミファ、音符姫、ドラがくる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 回って回って溶けてできたバターはとっても美味しい、ちびくろ散歩。皆さん絵本のお話もご存知かと思います。三匹の子豚、レンガ、わら、木の家、どの子豚が助かったかにゃ。一番2番バザ、3番レンガ。もちろん狼に食べられなかったのは3番レンガかな。7匹の子ヤギ、狼、どの子ヤギから食べてやろうかな。絵本もとっても面白いでございまする。モーツァルトちゃん、へちょうちょう。Thank you.
三拍子。非常に音域の広いツェルニー、モーツァルトも実にちゃめっ気たっぷり。にらめごしましょう、プープー。笑うてもギャップープー。さあ、しゃぐじゃんけぽん。指相撲に腕相撲。あ、先生負けたぞ。いつも子供たちと楽しく学ぶことも大切でございますと。それではね、さようなら。猫が寝転んだ、布団が吹っ飛んだ。留守に何する。適度にリラックスリラックス。交通安全、事故防止、ピアノ上達には正しい姿勢に、打鍵の位置、遊びを取り入れてできた、これが一番でございますが、交通安全にマナー、ちゃんとピアノ教室も換気、手洗いも備品もきちんとほこりがついたらちゃんと拭くようにしております。人間に不可能なことはないのでございます。それでは一句。巷では連大型連休スタートだ。お客様、大型連休も明日も晴れると嬉しいな。本来、楽器の楽しさ、楽しく歌いながら弾くのが一番です。誰にでも陥る倦怠期というのがございます。楽譜が難しい。変記号がああむずい。そんなことは心配ご無用。じっくり楽譜とにらめっこ。じっくり読めば怖くない。音読効果。絵本の読み聞かせをピアノレッスンに取り入れ。あら、かわいいにゃ。あら。あ、これは1の指番号だな。フラット一つでへちょうちょうだな。8分の6拍子は、大きく2拍子で取ります。ヘオン記号の位置も下線の多い曲も、ゆっくり読むことって、ちゃんとドレミの位置も身につきます。難しい練習曲をするときは、部分練習をしましょうね。今週はここまで、来週はここまでというように、練習の目標範囲を決めてあげるとちゃんとできるようになります。小さな女の子もちゃんと一曲一曲丁寧に弾けるようになってきました。拍の長さもちゃんと、和音もちゃんと
けるととっても演奏の幅も広がります。まさに和音というのは団子でございます。団子三兄弟、三和音というのが団子、Cマイナーの団子三兄弟、F の団子、F マイナーの団子、G7 特式、Cマイナーの団子。会話に言葉がけです。できるわ、もっともっとできるわよ。あなたもっと素敵ね、かわいいわ、ちゃんとできたわよ。自信を持って、自分なんかいけないと思ってはいけませんわ。当ピアノ教室に来たら面白いことがたくさんございます。阿弥陀くじに、お絵かき、楽しいことがいっぱいです。それではね、さよう。